始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日暑い。なんか最近すごい、もう本当に春ですね。すごい暑いんだけど、今日は3月22日発売の美的5月号の雑誌付録を紹介していきたいと思います。はい、ということで本日発売の美的5月号なんですけれども、雑誌付録がすごいということで SNS でとっても話題になっていました。私もすごくもう気になってて、もうね、朝一でね、今買ってきました。本当に朝一で行って、もう今寝起きでさって化粧して撮影してるので、結構ね顔がむくんでるんですけど、そんなことは置いといて、今月号の美的の付録が、まずこれ、すごくこれが気になってたんですけど、フラミンゴ柄のビッグバニティポーチってやつと、まだまだたくさん付録があって、オルフェスの保湿&透明感集中ケアマスクっていうのが2枚ついてます。そしてまだまだあって、こっちのハクの薬用美白美容液ファンデと、スティーブン・ノルのシャンプー&コンディショナーの小さいトライアルセットみたいなものもついてます。そしてじゃじゃーん、こちらがその付録たちです。めちゃめちゃ豪華じゃない。私美的ってなんか勝手なイメージで、今まで買ったことなかったんですけど、1000円ぐらいするのかなって思ったら、定価が690円なんですよ。690円で雑誌付録もこんなについてて、しかも美的ってすっごい分厚いんですよね。もうこれ690円じゃ絶対赤字だろっていうレベルのお得加減なんですけど、早速ではこちらからちょっとレビューしていきたいと思います。まずこちらのフラミンゴ柄ビッグバニティポーチっていう、これですね。こんな感じでフラミンゴのね柄がついてるんですよ。このね、なんかイラストレーターさんが描いたすごい可愛いイラスト、ゆうこ大須賀さんが手掛けたものになっています。そしてこちらのオルフェスの集中ケアマスクなんですけど、2枚、こんな感じで2枚入ってて、こっちが透明感で、こっちが保湿タイプですね。めっちゃ可愛い。じゃーん、ポーチはこんな感じ。え、待って、めっちゃ可愛いんだけど。はい、今ねチャックを閉めてみたらこんな感じになりました。めちゃめちゃ可愛くないですか。上にはこういう取っ手がついてて、こういうゴールドの金具になってます。でちょっとね、開けるところがちょっと不思議で、こんな感じになってて、こうガバって開く感じです。もうすごい、このガバッと開くのがめちゃめちゃいいですね。そしてかなり大容量。こっちにはこうポケットがついてて、こっち側には仕切りのあるポケットが2つついてます。このねマチの部分もすごくいいですね。ゴムもついてて、すごいしっかりしてます。めちゃめちゃ生地がしっかりしてる。あとまあ一つ思ったのは、雑誌の表紙の写真で見るより本体の方がちょっと地の色がねベージュっぽいなっていう風に思いました。なんかもっとピンクベージュっぽい感じなのかなと思ったら、結構がっつりベージュっていう感じです。ちょっと検証してみたいと思います。普段私が使ってるコスメをどんどん入れていっても、多分ね大きさが分かりにくいと思うので、絶対こんなもん入れないだろうって感じなんですけど、まずこのねすっごいでっかいコンタクトの洗浄液、これを入れてみます。はい、全然余裕が、まだ全然入るの。ということでここに絶対入れないんだけど、このハトムギ化粧水、みんな大きさわかると思います。これを入れます。はい、でも全然余裕があるの。まだこんなんも絶対入れないんだけど、みんなが大きさわかるようなこの無印の乳液、はい入りすぎでしょ。でまだまだ入るので、このニベアのクリーム、はい、あ、でもここでやっと、あー、こんな感じ全部入ったの、やばくない？でもね、まだまだ中にほんと隙間がすごいあって、小さめの化粧品とかならまだまだ詰め込めそうなぐらい、ほんとに大容量です。だからお泊まり用のメイクポーチとかにすごくいいかもしれない。私は今日からこれをお泊まり用のメイクポーチにしたいと思います。なんかお泊まり用のメイクポーチって言っても、化粧水とかまで入れれちゃうぐらいの大容量です。若い子でも大人の人でも使えるような、上品なんだけど女性は誰でも好きみたいな可愛いポーチになってます。テラテラしたね、こういう感じの生地でした。次の付録がこちら、オルフェスのクリスタルモイスチャーアクアモイスチャーシートマスク、透明感シートマスクと、こっちがオルフェスのダイヤモンドモイスチャーアクアモイスチャーシートマスクっていう、
保湿タイプのシートマスクです。このオルフェスのパックって韓国のお土産とかでめちゃめちゃ有名だと思うんですけど、一回もね本当に使ったことがなくて、めちゃめちゃ使うの楽しみです。結構有名なやつだからみんな使ってるのかな。パックって本当にすっごい使うものなので、やっぱ付録で付いてるとすごいありがたいですね。そして3つ目の付録がこちら、ハクのメラノフォーカス F ファンデーション美容液っていうやつのお試しのやつですね。色味はオークルの10番とオークルの20番。やっぱりファンデーションって色味選ぶと思いますけど、誰でもね肌の色に合わせて使えるように2タイプ入ってますね。すごい気遣いがすごい。そして最後がこちら、これがスティーブン・ノルのモイスチャーコントロールシャンプーです。パサつき、ゴワつきが気になる深く傷んだ髪をしっとり滑らかに洗い上げるシャンプーだそうです。私実はスティーブン・ノルのシャンプーは使ったことがあって、めちゃめちゃいいんですよ。ちょっとまあ普通のシャンプーよりお高いんですけど、もう香りも良くてめっちゃサラサラになるんですね。で、私は結構剛毛な方なのでしっとりタイプをよく使ってます。最近は全然お金なくて買えてなかったんで、もうすごい嬉しいです。これを今晩使いたいと思います。はい、ということで今回は美的5月号の雑誌付録を紹介させていただきました。割とちょっと年齢層上かなって思ったんですけど、楽しんで読めそうです。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って投稿しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。